癖のままのアレンジに見えなくないですか。チャキチャキこんにちは、表参道美容師のあやまるです。今日はですね、時間がない朝、寝癖の状態のままからでも可愛くできるヘアアレンジの紹介をしていきたいと思います。朝時間ないですよね。女の人はもうメイクもあるし、電車の時間もあるし、もう朝なんてもうバタバタしますよね。私とかいつももうバタバタしすぎて記憶ないです。そんな忙しい朝の時間にとても使わずパパッとできる可愛いヘアアレンジを紹介していきたいと思います。やり方さえ覚えれば2分でできます。実際に私もやっています。ぜひ参考にしてみてください。はい、まず用意するものですが、じゃん、オイル、じゃん、ゴム、3つです。そしてあればヘアアクセ、今日私はこういうねパッチンってするタイプのヘアアクセを使っていきたいと思います。まあ、なかったらなくても全然大丈夫です。はい、まず寝癖の状態、ボサボサですね。もうこれ巻いてません。その状態のままオイルをつけます。でこのオイルつけるっていうのはすごく大事で、もうボサボサな状態でもオイルさえつけてしまえばもうね勝手にこなれた髪の毛になっちゃいます。オイルつけるだけでおしゃれでこなれ感が出るので、このオイルはすごい大事です。そしてしっかりなじませてください。で特にこう結んだ時にサイドトップから髪を引き出すので、サイドとトップは表面もしっかりオイルをなじませてください。毛先も必ずしっかりなじませましょう。はい、そしたら早速結んでいくんですけど、まずこの鉢あたりからざっくりと一つにまとめていきます。だいたいこの鉢のあたり、サイドはここの部分は残します。こういう感じですね。ざっくりこういう状態です。これをあんまり上で結ばず、下に下げてまとめていきます。ゆるーく、このくらいですね。はい、まずここまでできたら、次はサイドの、ここの今残した部分の髪の毛をざっと取ります。これをちょっと、1、2周ぐらいくるくるねじって、今縛った束の横で、右側ですね。右側でもう一度まとめていきます。これくらいですね。そしたら次、このサイドの下の部分の髪の毛をザッと取ります。これも1回2回ぐらいして、今度は中心の束の左側にまとめていきます、ね、ここまで大丈夫そうですか。そしたら今落ちてる髪の毛を全部まとめて1つに結びます。はい、これで縛るのは完成です。あとは引き出すだけです。まずサイドの髪からほぐしていきます。トップに向かってほぐします。がちなこの下の部分もほぐしましょう。こんな感じです。どうですか。抜けないのにふわふわ見えますよね。ここのこっちの交差とこっちの交差がねじってあることで、巻かなくても引き出すだけでふわふわになります。これだけでも可愛いんですけど、もうさらに手を加えると、このね今ゴムがあるじゃないですか。このゴムに下に落ちている髪の毛の端っこの束を取ります。そしたら今結んだゴムにその髪の毛をくるくると巻きつけてあげます。で、巻きつけた髪の毛もギュッと引っ張る。どうですか。こうするとさらにすごいアレンジにこだわってる人に見えません。でも一瞬なんですよ。たったこれだけですごいアレンジが上手い人みたいに変身できます。寝起きで巻いてないのに。で、まあ、プラスね、さっきも言いましたけど、こういうアクセサリーとかがあったら、ちょっとこういうところにパチッとつけてあげてもすごく可愛くなります。これもつけるだけなので超簡単です。こんな感じで後ろは完成したので、次は前側ね可愛くほぐしていきます。で、おくれ毛も出して、このおくれ毛もちょっとオイルを足してあげて、もう最近だったらルーズな髪の毛もすごく可愛いので、もう巻かなくてもオイルつけるだけで可愛いです。じゃん、こんな感じです。どうですか。結構一瞬じゃないですか。ほら、もうこれ寝癖のままのアレンジに見えなくないですか。まあね、今日は説明しながらやったので多少お時間はかかってしまったんですけど、まあ慣れたらね本当に一瞬でできるし、私とかも30秒ぐらいで終わります。寝癖の程度にもよります。それはもちろんスズメの巣みたいな状態になってたら一回溶かしてあげたり、ちょっとアイロンしてあげたりっていうのが必要にはなってくるんですけど、まあ大抵の寝癖だったらもう起きてそのままの状態からこんな感じでアレンジができちゃいます。
もう朝に時間がない女性ってすごい多いと思うんですけど、もうこれだけ簡単にできちゃったらもう相当嬉しいですよね。ざっくりとしたヘアアレンジになるので、そんなに寝癖も意外と馴染んで違和感とかもないです。まあさすがにね、前髪とかがもうバッカンと割れちゃった時はもうそれは前髪はすいません、ドライヤーとかで乾かし直して、もう見える部分はしっかり整えてください。でまあちょっとプラスね、まだ時間あと5分あるなって思ったら、おくれ毛だけは巻くとか、プラスこの状態からでも毛先の方をもうちょっとねじって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 、ちょっと応用編なんですけど、これもすぐできちゃうのでちょっとやりますね。こうやってね、ねじった髪の毛をちょっとねこう引き出してあげて、崩してあげてもキリッとしたスタイルも可愛いんじゃないかなと思います。どうですかこれ。これもねじってゴムで縛るだけなので一瞬です。まあ時間があればいろいろプラスしていって、どん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 こなれたねアレンジとかもしていくといいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回は寝癖のままでできる超簡単なヘアアレンジの紹介でした。もう難しくもないので、もう明日の朝からぜひやってみてください。今日の動画が参考になった方はいいね、チャンネル登録お願いします。で下にコメント欄もあるので、どんどんコメントお待ちしております。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。